リーグはグランプリシリーズ男子 1500m 競走を開幕し1組の結果です。1着谷本幸四郎君の大船福岡3分51秒07でした。結果をご覧ください。まあ周りの人から連絡してなんか本人が言ったんですよね。みんな誰から写真もらってるの。さあ、女子グランプリ 5000m 競走を年齢推奨のない仕組みです。現在先頭は西川ひばりさん、日立GM になってるんですね。写真があるって聞いたんですけど、そして川口圭さん、お疲れ様です。しばらくはアイコンに私の写真を使っているんです。そして林田美咲さん、10年後どうぞか。この前で場所の先頭の方を知っております。さあ、もう彼女がまだ、何ですか、まだ100m になってるか、あれやってるから、2分31秒、同じ74秒ランドパッドって友達だと思って、写真あげます。なんか参考にして経済伝統の石川ゆかりさん、2人昨年日本選手権は100m 障害で5位に入賞しています。冗談で言うから冗談で返ってくれるから。2000m トップ21秒、5台中79秒。
坂の先頭は石川ゆかりさん、日立林田ひかりさん、九電工、まもなく 2400m の通過です。7分42秒、この1周82秒、やや経過はこちらの模様です。この組み合わせだけで、トリコだったらと、標準というので、だけで結構遠かったので、Thank you.
出来上がっております。Thank you.